チュース。そうです。よろしくお願いします。中村俊介です。2年前に株式会社 CTC を立ち上げて、今代表をやらせてもらってます。主に3つのことやってて、はいはいはい、で1つが国内国外への、サッカーエージェントで、2つがセカンドキャリアのサポート、で3つ目が、海外に行く前の、練習環境だったり仕事の紹介、住居とかも全部提供して、その海外のところまでコンディションを整えるみたいなサポートを行ってる。具体的にどんな内容なんですか、やることとか。今は日本から海外へっていうのを中心にやってて、例えば日本で J リーグになれない選手だったりとか、まあ、選手の目的によって海外で語学を学びながらやりたいみたいな選手もいて、まあいろんな選手に対応して、その選手の経歴レベルに合った目的に合った国を俺の方で、この国がマッチするんじゃないかなっていうのを、判断してそこに送るっていうことをやってて、でそのままそのセカンドキャリアっていうのは、まあ、サッカー選手っていつまでもできるわけじゃないし、もう1年で辞める人もいればずっとやる人もいるし、で中にはやっぱ海外中心だから語学堪能とかで帰ってくる選手もいれば、まあなんかいろんな特技身につけて帰ってきた選手がいて、でそれを活かせるような仕事を紹介できたらなと思って、セカンドキャリアうまくいくように。渡航前と帰国時、トレーニングと仕事と住む場所の提供っていうのは、国内へのエージェントももちろんやってるんだけど、海外へっていう場合はいつでもポンポン行けるわけじゃなくて、だいたい年に大きな2つ行ける時期があって、夏と冬で、例えば大学終わって夏に渡航する選手、もしくは1年後に渡航する選手も出てくるんだけど、その間、まあ、大学とかでそのままずっと練習できたらいいけど、地方から上京したりとか、まあいろいろあって練習環境がない選手たちがいると思うんだけど、それを日本の、国内の社会人チームだったりとつながって練習環境を提供して、やっぱ海外に行くってなると少なからず渡航費用だったりいろいろお金がかかってくるんだけど、仕事しなければいけない選手も出てきて、そこのサポートも行って、でそれがやっぱり東京とかが多くて、埼玉東京が多いから、やっぱ地方から来る選手に対して家も提供してあげますよっていう、その渡航までの段階を全部サポートするみたいなことをやってるから。この間も問い合わせ来て、福岡県に住んでます、名古屋に住んでますって言われてたんだけど、だからその選手埼玉来て、でまあその選手だとお金が必要だったから、まあ、最初まあ、やっぱお金稼ぐにはやっぱ労働時間って関わってくると思ってて、ある程度だから朝の9時10時から夕方の5時6時まで働いて、で今一個俺が関係してるチームっていうのが練習が夜8時から9時からなんだよ。だから夜の練習に参加できる環境があるから、それである程度3、4ヶ月働くとお金も貯まってくるし、でそこを3、4ヶ月働いて、ラストの1、2ヶ月は、まあ、ちょっと違う仕事とかに切り替えて、まあ、体作りに普段より励んだりっていう感じで最後渡航していくっていうパターン結構あるかな。まあ、まず大学とか高校って11月、12月に多分終わると思うんで、大学の活動が。で第4の選手とかだと、その後単位が取れてない選手って後期行かなきゃいけないとか、ゼミがあるとかってなって、でもそういうのが全部取れ終わってる選手ってのは年に2回夏と冬に行ける時期があって、で冬ってなると1月とかになってくるの。でも全部取れ終わっちゃってる選手はもう1月の卒業してすぐ行く選手もいるし、単位とかがあったり、やっぱ特攻にお金とかがかかったりしてお金貯めなきゃいけないっていう選手とかは、大学終わってまあ1月から学校通いながらなのか、学校終わってもお金がない選手とかは1月から次の6月7月ぐらいまで日本で、それこそさっき言った提携してるチームとかだったり、サッカーできる環境を提供してそこまで待って、そこから行くっていう感じになるかな。渡航した後って具体的にどういう風に契約まで行くんですか？その選手の、まあ、経歴をもらって、動画をもらって、目的を聞いて、ああこのレベルだったらこの国行けるんじゃないかなっていうのをこっちから提案して、でもじゃあ行く国が決まった場合、決まりました、まあ、国によってなんだけど、その現地に日本人の、そのパートナーがいたり外地のパートナーがいて、本当に
まあ、ちょっとやることとか日本であったり携帯のことだったり、まあ、ビザが申請が必要な国とかもあるんだけど、まあ、基本的には行って迎えに来て、ここにこう何時に行って、で練習参加できて、その間も住む家だったりもあってっていうサポートを全部行うみたいな感じだから、まあチームが決まって落ち着くまでのサポート、生活にそのサポートだったりっていうのを全部やるっていう感じ。じゃあ言葉が喋れなくても、まあまず行ける気持ちとお金があれば。そうだね、言葉なくても行ける、行けるね、行ける。なるほど。ちなみにどのくらいの人数を今まで輩出してきたんですか？そうね、1年半から2年考えて100人ぐらい。大体100人くらいの人だって。大体サッカーで海外行く人たちって何歳ぐらいで行くんですかね？そう、まあ、やっぱ大卒、高卒の選手、大卒の選手、あとはまあ J リーガーやってたけど、まあ切られちゃったりとか、まあ普通に海外挑戦したい選手もいるし、あとはある程度年齢になって東南アジアお金稼ぎに行くとか、そういうタイミングかなの選手が多いかな。海外に行くんだったらどれくらい貯金持ってけば？難しいけどな、行く国によるけど働ける環境がある国もあれば、プロ契約取っちゃえばもう家とかも給料とかも全部いきなり出るし、まあでも最初のやっぱ 1,2 ヶ月のトライアウト期間っていうのが家賃だったりかかるところもあるし、食費とかもかかるところもあるから、10多く行って20から30ぐらいあればいいんじゃないかなっていう感じかな。向こうでバイトするっていうこともできるんですか？そうだね、国によって、でもそれこそ大きい今有名というか流行ってる国っていうのが、それができるのがドイツとオーストラリアっていう、ワーキングホリデーっていうのが提携してる関係上、日本食で語学が喋れない状態で行ってもなんとか働ける環境があるから。そうだね、選手によって、まあ、若かったらそれこそまだもう何回もチャレンジしていいと思うし、まあでも1回でもうこれ無理だったらやめるっていう選手もいるし、だそうなった場合、いや就職とかになってくるじゃん。だからそこのサポートとかもすごい熱くし、サッカーやめてもいいよ、よかったなと思うようにしてあげたいし、だ今契約できなかったりした選手のなんかサポートだったり対応っていうのをもっとなんかいろいろ考えていかなきゃいけないかなと思ってるかな。なるほど。もし契約した選手が、まあ、活躍できなくて、またちょっと違う国に行ってみたいとかってなった時にはどういうサポートになるんですか？全然結構あって、本当国によってもスタイルとかが違くて、その国で活躍できなかったけど、まあもちろんその選手はある程度やれるなっていうのをこっちで判断するところなんだけど、他の国に持ってってすごい上まで行った選手とかも いたりしてるから、今俺のサポートじゃなくて他の国でやってる選手とかも結構いると思うんだけど、なんか環境変えたいな、ああもうちょっと上行くの厳しいこの国でとか思ったら、なんか連絡してみてくれればそういう道もあるんだよっていう情報とか全然与えたりできるから、思い切って変えたりするのマジありだと思う。じゃあ今大学でうまくいってない選手でも海外に行って、まあ、爆発したりするね。いや本当あるよ、この間中央大学の選手1個例に挙げるんだけど、 B チームだったね、 A チームでもなくて、で結構ドリブルできる系で、まあでも中大からプロになれなかったけど海外行って今東南アジアで活躍してるんだけど、インドネシアっていう国すっごいサッカーが熱くて、今のフォロワーこの間見たら15、6万人いってたよ、一人で。ウラレッツより多いんだけどそう、そういった例もある。お金ももちろんもらえて結構まあまあの給料だから、それこそさっき言った自信ある選手とかはやめなければなんか起きる世界、起きない、もちろん起きないこともある、起きなかった選手もいる、でも起きることが多々あるから、チャレンジしてみてもいいんじゃないかなって思うね。まあ、多分サッカーをやってる人とかが見ることが多くいいと思って悩んだり、まず自分に自信があるんだったら絶対続けた方がいいと思うし、まあ、よく分かんなかったらその選手の経歴とか動画とかを見て、あこの大体だけど、まあ、この国だったら絶対いけるこのレベルまではいけるんじゃないっていうのも分かるし、海外にで生活するっていうのが本当に普通の人じゃあんまりできない経験だし、いいなと思ってるから、もうちょっと興味あるんだったらいろいろ多分良さとかも伝えられると思うし、迷ってる人の
その背中を押すこととか多分できると思うから、ぜひ連絡してほしいですね。